こんにちは。こんにちは。小原田水佐です。小原田ひろみです。イルカの時間です。今日はね、バレンタインデーでね。そうね。あなたからチョコをいただいてね。そうね。ありがたい話ね。チョコよりもおまけの落花生の方が嬉しいんじゃないかと思って、うん、そうだね。うん。で、そのチョコは袋のチョコ。そう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 。な。で、それは成功。成功分。うん、っていうね。なんかね、例えば健康とかさ、なんだっけ健康 と、うん対人と人間関係が広がると成功するっていう、うん、なるほどね、うん、だからさ成功って、まあ、みんな誰もが成功したいと思ってるんだけどさ、うんうんね、でも自分にとっての成功って何なのかっていうことがさ、うん、やっぱり明確にならないとさ、うん、そっちには向いていかないよな。明確になった人の方が成功すると思う。な、なんだか漠然とさ、うんね、なんかいいこと起こったらいいなっていうんじゃダメだよな。だから幸せになりたい、幸せになりたいってのが一番ダメなの。そうだよな、うん、だから自分の幸せは何かな。そうだって、もう生まれたこと、生まれてきたこと自体が幸せなわけだから、うん、幸せになりたい、ね、なりたいって言ったってもうあなた幸せなのよって。そうで、またね、うん、成功で幸せだっつったって、うん、その自分の都合よくはいかないからな、うん、自分の頭で考えてる成功、うん、幸せとは違うものが本当の自分の成功であり幸せかもしれないし、うん、難しいよね、うんうん、だからまあ、チャクラってよくやるじゃん、みなさんで、うん、第1から第7まであって、うんまあ、第5チャクラって喉のチャクラ、うんまあ、ここ一般的にコミュニケーションって言うと、うんどうしても皆さんこう人とのコミュニケーション、うん、誰かとのコミュニケーション、例えば会社の上司と、うん、うまくコミュニケーションが取れるとか、うん、友達が多いとかさ、うん、そういうようなことをコミュニケーションってみんなパッと頭に浮かぶんだけども、うん、実は自分とのコミュニケーションが一番大切だと私は思ってるの、うん、そうだね。本当の自分はどう思ってるのか。そうだな、うん、だからコミュニケーションといえばなんかペラペラ喋ってさ、うんうんうん、なんたくこう場を盛り上げるとかね、そうそうそう、うんうん、そんな風に思われるけどね、違う、本当は違うな、もう無口でさ喋、うん、れない人でも、うん、ね、うん、すごいコミュニケーションの能力がある場合もあるしな、あるあるある、うん、やっぱ一番大事なのはもう対自分なんだよね、うん、本当の自分は何をしたいのかってことが分かっているかどうか、うんうん、魂がっていうね、まあ、見えない世界でそういう言い方するけども、そうそう、うん、魂が本当に求めているものは何かということが分かった上で行動している人はちゃんと自分とコミュニケーション取れてるわけよ。 そうそこに向かって進んでいくわけだから。そうだな、でもさ、うん、分かってないよ、大体な、分かってないと思うよ、大体分かってないんだよね、うん、結構こう演じるっていうの、うん、なあ、うん、この間ドラマだから、あるなんかすごいロックンローラーがさ、うんうん、ね、で病気になってさ、うん、倒れて、うん、で意識不明になって、うん、で愛人がいてさ、うん、でその本妻と愛人ってその遺産相続、遺産相続なったじゃん、はいはいはい、な、弁護士のね、時岡豊子さんの試合で、うん、命をこっちもうここでね、うん、呼吸器をね、うん、取るかどうかっていうそんな話がある時にさ、うん、奥さんがさ、うん、いやこの人は人前ではああいう風にね、かっこよくなんか、うん、強気に見せたけど、うん、実は気がちっちゃくていつもおどおどして、うん、ね、うん、生きてる人だったんだとかいう話してたけどさ、うん、実はそういうことってさ、うん、いっぱいあると思うよ。そうだね。な、本当、うん、やっぱりそう、社会に見せる自分と、うん、本当の自分とのこのギャップってのがあってさ、うんうんうん、だそこで苦しむんじゃないの。そうだよね。だからそれをさ、もう俺は認識しちゃえばいいと思うんだよ。俺はこういう仕事やってるからこうやって見せるんだって。うん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 。ね。うん。でも本当はこうだよっていうのを持ちながら。うん。ね。そうだ。本当はこうだよっていう部分を持ってるか知ってるかだよね、うん、一番なんだね、うん、そう。でもあんまり外で言ってる、外の自分を周りがみんな評価したりすると、うん、勘違いしちゃうな。うん。その乖離が大きすぎてた時にね。うん。そういうのあるよね、うんうん、だから大変だよ、まあ、やっぱり期待されてさ、うん、もうみんなからこうヒーロー、ヒロイン扱いされてるとさ、うん、な、うん、ついつい本当の自分じゃない自分を演じざるを得ないっていう、うん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 、それはあるよな。でも人生がさ、うん、まあ、人生というのは、まあ、自分が主役の舞台と考えるならば、うんうん、もしかしたらその演じることも含めての脚本なのかもしれないし、そうかもしれないね、うん、だからそこをこう踏まえてないとな、うん、客観的にこう自分を見る目を持ってさ、うん、ね、うん、あ、こういうふうにこう演じながら生きてるんだなっていうのをさ、うん、演じながら生きている自分を見てどうするかが本当の真の人生なんだってことが分かればいいと思うし、そういうことやな、うん、だから例えばそれは、いや、これは、要するにお金を稼ぐための手段なんだと、うん、ね、それでお金を稼いでおいて、うん、そして、本当の自分が
上手にお金を使っていくとかさ、うん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 、そういうことが大事だな。そうだな、うんうんうん、だからその辺がこうきちきちっとさ、うん、だからなんだろう、本当のお金持ちってさ、お金持ちかどうかわからんってよく言うじゃん。なりきん、なりきんってちょっと言葉が好きじゃないけど、なりきんはこうなんか湯水用に使ってさ、うん、あれだけども本当のお金持ちって、実はあそこそんないいお家だったのとか、うん、あそこそんなあれだったのってなるけども、うん、そういう人たちっていうのはやっぱりこうなんかだ、なんか核があるっていうかさ、こう本当はこういうふうにして生きていくものなんだみたいな、うんね、そのお金に左右されないとか、うん、家柄に左右されないとかさ、うん、そういうものが私はあるような気がするのね、うん、そういう人たちってね、うん、踊らされない。そうだよな、うん、だからお金があってもなくても同じように生きてる人いるわけだから。そうな、多分ね、うん、それはもう立派なもんだよそれは、うん、あるいはね、やっぱり病気のこともそうだろうしさ、うん、ね、いろんな悩みなんて誰でもあるからさ。そうね、うん、でも悩みのように見える人いるからな。そうね、だから、うん、いい、だから隣の芝生なんだよ、いいわねあの人はって言ってるけども、うん、でも実はペロッと一枚皮をめくればさ、うん、大変なことがあったりとか、うん、ね、するわけでしょ。そう、うん、だからまあその本当に苦労を超えて、うん、な、うん、そっからまた何かスケールアップしていくみたいなものがあったりするからさ、うん、で俺思うのはさ、よくさ、うん、例えば不幸続きだと、うん、あるいは苦労が続くと、うん、何たくこうね、うん、社会を社に眺めたり、うんうんうん、ね、人を信じなくなったりして、自分だけがこう被害者になっちゃうみたいな、それとまた裏面でさ、うん、逆に何の苦労もなく、うん、ね、うん、まあ幸せに、うん、挫折もなく、うん、生きてきた人は、うん、逆にそっちに対するコンプレックスがあるんだよ。ああ、私は 何も何の苦労もしないから私ダメなんだとかさ、うんうん、ね、うん、挫折もなく生きてきてるから、うん、ね、うん、また親にも恵まれ、うん、友達も恵まれ、うん、成績もいいし、うん、ね、お金もたくさんあるし、うん、ね、元気だし、うん、何のあれもないと、うん、悩みもないと、苦しみはないと、うん、だけど唯一の悩みは私は苦労してなかったんだって言う人はいるんだから、いっぱい、うんうん、落語のうちみたいだけどね。そうだけどね、そうやってね、逆に社会もあるよ。例えば、うん、あんたに私の気持ちなんか分かるもんかって ね、 ね、苦労知らずのあんたに、そう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 、私の気持ちなんかとかね、で何も言えないよそうなったらな、うんうん、だから逆にやっぱり苦労した人は、うん、なあ、あんた苦労して大変だったねって逆もあるんだからね。うん、うん、そう、いやだからさ、もう究極はね、私は生まれから死にてるわけなんだけども、うん、この一生、この日本で今生きてるじゃない、うん、私は日本人として思って、うん、これはごくごく一部でしかないわけよ。そうだよね、うん、だから私の今世の例えば北沢ひろみからお花見になって、うん、ね、うん、この人にとってはすごい大事な100年だし、うん、もうすごいそれが全てなんだけども、うん、その部分の核になる魂からすると、うん、ごくごく一部でしかないわけよ、うん、人間もう何十回も何百回も何千回も生まれ変わった魂からすればね、あれだし、うん、この宇宙の成り立ちからすると瞬きの一瞬にもならないってね、うん、言われるけども、それぐらいのものなのよ、うん、うん、だからじゃあなんどうでもいいかってそうじゃなくて、そうだよ、うん、だから体を持った北沢ひろみ、原田ひろみとして今世生きるかってのはとっても大事なことだし、うん、そうだよね、でもその大きな部分での魂の流れっていうものを掴んだ時に必然的にここの役割が見えてくるわけよ。そうだよな、うん、うん、いやだからさ、もうやっぱり人と比べちゃいけないってことなんだ。それは間違いない。やっぱり自分がさ、うん、例えば本当に辛い環境の中で生きるのはそれも自分だし、うん、逆にもう本当に、恵まれた環境の中でね、苦労も知らずに生きるのも自分だし、じゃあその中で何をするかっていうことであって、うん、苦労してないから自分はダメなんじゃないし、うんうん、ね、苦労ばっかりだからダメなんでもないし、うん、な、うん、うん、そういう中でどうするかっていうことでしょ。そうね、なあ、うん、この前なんだっけな、あのお笑いのさ、あのミヤゾンっていう人がいるじゃん、あの人がなんか出ててさ、まあ、すごい貧乏だったらしいのよ、うんうん、大変だったらしいの、うんうん、でお姉ちゃんがね、うん、まあ、ある時、まあ、ペットブームがあった時に、うん、内緒で教えてくれて、うん、実はねペットを飼ってるって言って、うん、団地の一番下に行って、うん、なんか縁側だかだなって、うん、段ボールがあって、うん、大事に開けるんだって、うん、中にネジが入ってたっていうわけよ。だからそのうちは多分きっとハムスターとかさ、ワンちゃんとかね、飼ってもらってて飼えなかったんだけど、そのお姉ちゃんはそのネジを大事そうに、これが私のペットって言って、うん、飼ってたっていうわけよ。なあさ、まあ、でもさ、衝撃だけどさ、うん、なんかでもその心の豊かさっていうのかな、卑屈にならずにさ、あれはすごいなと思うわけ。そう、そのだからさ、うん、俺なんか子供の頃っていうのはさ、うん、年に1回か2回、うん、ね、ちょっと街へ出て、うん、そこであのラーメン、うん、な、うん、中華そば食ってさ、うん、それで幸せだったんだから、ね、
なあ、うん、うん、どれくらい暮らしたか知らないけどさ、うん、なんかお金ないから、うん、親はさ、うん、俺だけに食わして自分を見てるとかさ、うん、そんな中で食べてたんだけどさ、うん、そういうのってさ、うん、今だったらもう何それっていうふうになるけどさ、うん、だから昨日今日の話でね、うん、そういうね親にしてもらった記憶がある人と、うん、だから今、まあ、全てとは言わないけども、うん、まあ、軽く殺人を犯しちゃったりとかする人っていうのは、うん、もしかしたらそこが違うのかもね、なんて。そうだよな。まあ、一人一人違うから分からないけども。だからさ、豊かすぎるっていうのもね。そう、だから状況じゃなくてさ、うん、やっぱり自分がどう感じるかっていうのがね。そうあるね。うん。で、成功もそうだと思うよ。うん、全然、はたから見たらどうしようもなくてもさ、うん、自分が成功してると思ったら成功してんだよね、きっとな。ね、だから、あなたはその親に対して感謝するわけじゃん。うん、ね、ラーメン、そうそうそう、自分食べて食べさせてもらったって。でも、貧乏な、ね、お前らが悪いんだって言って、親を恨む人もいるわけだからさ。そうだな、そういうことやな。そこの違いだよね。そうだな。うん。うん、はい、そういうことでね、うん。はい。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。